演舞開演。どうも、本日はこちらの建物の中で飲食を行います。では、結構大きな建物だな。なんとこちらのお店では、ただいまに元々名物の山田商店を体験させてくれるということです。何だか、どうかいろいろありますね。なので、感想は最後にまとめていきますね。なので、このカフェをですね、現在、生地を蒸しているところです。さあ、出来上がるまで、早くかかるのかな。こちらが完成したやつ。形は1分ぐらいですけど、上から、ご飯を配ってください。ご飯、抹茶、食べるの楽しみだな。では、このデスクリアス端いただいちゃいたいと思います。栗も抹茶も素材がうまく混ざっていました。自分で作ったのでちょっとひいき目に見ている部分は無意識のうちにあるのかもしれませんが、八つ橋やっぱりおすすめできますね。京都の銘菓です。いただきます。前にお昼ご飯のメニューを見せてもらいましたね。